ライブアットリーズ。ライブアットリーズは、イギリスのロックバンドザ・フーが1970年に発表したライブアルバム。1970年2月14日のリーズ大学におけるコンサートの模様を収録したものである。オリジナル版の収録曲は6曲だが、1995年に発表された25周年エディションでは15曲に収録曲が増えた。2001年には、 コンサートのほぼ全般を収録したデラックスエディションがさらに2010年にはリリース40周年を記念しリーズ公演の翌日の春シティホール通称春でのコンサートの模様を追加収録したコレクターズエディションが発表された本作はザ・フーにとって初のライブ版であるがそれまでにもライブ版を作る計画は何度か立てられており1968年 サードアルバム、セルアウトに伴うツアーで、初のライブ録音が行われた。だが、日増しにセットリストが充実していくのにつれ、録音したものが古く色あせたものになってしまったために、リリースは見送られた。1969年、初のロックオペラアルバム、トミーがリリースされ、それに伴うツアーでもライブ録音が行われた。このツアーでは、トミーのほぼ全曲を、 ノンストップで再現するという試みがされ、2時間以上にも及ぶ長尺のコンサートとなり、それだけに録音素材も豊富だったが、80時間という膨大な録音テープの中から最良のものを吟味する作業に疲れ果てたピート・タウンゼントは、再びこの素材も放棄してしまう。なお、ここでの録音素材は、タウンゼントによれば海賊版として流出するのを避け、 全て破棄されたとのことだが、いくつかの音源は現存している。しかし今回ばかりは諦めずに、1970年2月、リーズ大学にパイレコードの移動式スタジオを持ち込んで、ライブ録音を行った。リーズ公演での録音に問題があった場合を考慮し、翌日の春公演でも、同様に録音が行われた。2日間のコンサートは、非常に盛況で、タウンゼントが後に、 最高の観客と語るほどだった。ロジャー・ダルトリーによれば、春の方がリーズよりもすごかったとのことだが、春公演の音源は、ベースの音が機材のトラブルにより使用できなくなったため、録音状態が良好だったリーズ公演の音源を編集し、1970年5月に、ライブアットリーズと題してリリースし、アルバムはこれまでのスタジオアルバムでは、 表現しきれなかったザフーのヘビな一面がより前面に押し出されている。収録曲は6曲のみであったが、解散後の1984年に、フーズラストがリリースされるまでは、ザフー唯一の公式ライブアルバムであった。本作からは、サマータイムブルースがシングルカットされ、前衛38位を記録。B 面のヘブンヘル、ジョン・エントイッスする作は、 ライブ音源ではなくスタジオ録音バージョンである。アルバムのカバーは無地で薄茶色の厚紙にブロック体でザフライブ AT リーズと青または赤のインクでスタンプされており当時で回っていた海賊版を模したデザインとなっている。スタンプの色は赤と青のどちらが初回版かは判然としていないが D 集版では大体青色のものが採用されている。また かなり貴重だが黒色スタンプのものも存在し、これはミスプリントの可能性が高い。オリジナル版では、見開きのジャケットを開封すると両側にポケットがあり、片側にはレコードが、もう片側にはバンドの写真、領収書、ハイナンバーズ時代の宣伝写真、マイジェネレーションの歌詞のタイプうち、タウンゼントが立憲バッカーを抱えウィンドミル奏法を披露している。 マキシマム R&B のポスターなど、様々なガジェットが収められている。レコードラベルはすべて手書きになっているが、そこには、クラッケリングのイゼス OK、Do Not Collect、パチパチというノイズは大丈夫。訂正しないように。というメッセージも添えられている。このメッセージは1995年のリマスター版以降のものにはない。本作は、前衛三位。 全米4位につける大ヒットとなった。ニューヨークタイムズ氏は、史上最高のロックライブアルバムと評した。評価が高まるにつれ録音が行われたリーズ大学は、聖地と目されるようになり、現在では、名盤、ブループラークが掲示されている。ローリングストーンの選ぶオールタイム、ベストアルバム500において、2ランクイン。ローリングストーン誌が選んだ、オールタイム、ベストアルバム500と、 オールタイム、ベストライブアルバム50において、それぞれ170位と4位にランクイン。1995年、ザ・フーの全カタログのリマスタープロジェクトの先陣を切る形で、オリジナル版に8曲を追加した、拡大版25周年エディションがリリースされた。タウンゼントの議定にあたるジョーアストリーがリミックスを担当。この拡大版の制作にあたり、 マスターテープの不良で修復不可能な箇所に関しては、新たに、ボーカルの取り直しをしたという。以後、リー・シュは、この25周年エディションのリミックスバージョンが、定本になる。2001年にはさらに曲が追加され、全33曲のほぼ完全版といえる、デラックスエディションが、CD2 枚組で、リリースされた。この版では、トミーのパートのすべてが収録されている。 トミーのパートはディスク2の型にまとめられており、曲順が実際のセットリストとは異なっている。おそらくトミーを途切れることなく収録するためにこのような形になったと思われるが、これについてはファンの間で賛否両論をあった。また当時演奏されていたスプーンフル、ウィリー・ディクスンのカバーが権利上の問題により収録できなかったため、本当の意味での完全版とはならなかった。 発売40周年を記念して発表されたコレクターズエディションでは前日のデラックスエディションに加え長年封印されてきた春公演の音源を収録した失われたベースの音源はリーズ公演のものをミックスさせることで修復した CD4 枚組に加えオリジナル LP 版そして7インチシングルサマータイムブルースヘブンヘルをパッチした豪華ボックスセットで リリースされている。2012年には春公演のみを抜き出した CD2 枚組形態でもリリースされた。2014年には iTunes およびハドトラ t r a で音楽配信された。これまでのリー習版とは違い新たなミックスが施され、曲順が実際のセットリスト通りに並べ替えられている。2016年11月、アナログビニール LP3 枚組で、 フィジカルリリース。突起なき限りピートタウンゼント作詞、作曲、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。